建造物を主体とした写真集、写真集とは、数十から数百の写真を、あるコンセプトによって編集したもの。印刷物である場合が多いが、因果詞そのもので構成されたもの、CD r o m などのデジタル媒体の場合もある。対象となる被写体は、人物、動植物、建築物、鉱物、天体等、様々である。テーマも、報道、スポーツ、 ヌード、風景等、多岐にわたる。撮影の対象を重視する場合と、撮影者を重視する場合の大きく二つに分ける考え方もある。前者は、例えば、アイドル写真集、猫や犬などの動物の写真集や一部の報道写真集であり、後者は、例えば、アンリカルティエブレッソンやアンドレ・ケルテスなどの写真家の写真集である。世界最古とされる。 写真集、自然の鉛筆写真集をどのように定義するかによってその起源はまちまちであるが、複数の写真をまとめた複製可能なものの始まりとしてはタルボットによって1841年作られた自然の鉛筆が挙げられる。タルボットの発明したカロタイプはそれまで一般的であったダゲレオタイプに対してネガマイナスポジ法によって複製を作ることが可能であった。 そこで彼はカロタイプの技術を広めるために写真集という形で発表することにした。写真詞を見る上で重要な写真集にまつわる出来事をあげる。ありがとうございます。